はいいいもででごござざまますす店長の高橋でございます本日は、えー、マイカのもろみ醤油漬けの,あの製造工程と塩化みたいなところをご紹介させていただこうと思いますはい、えー、じゃあ,まあ早速イカをさばいております、はい、で今回は青森のイカですね、あのー、今ちょっと腹釜の,あの底引き網量沖合底引き網量が今給料期間中なので、まあ、今回は青森と うちだと結構そうですねあのその時期によって使うイカを変えたりとかしてますなのでねイカのサイズとかも結構ばらつきがあるので、まあ、その辺はうまく、あのー、磨く段階で、えっと、調整をしたりとかしていますはいこれも一応手でスライスをしております 下層も磨きます。今回の時はちょっとあのサイズが大きめなので一本ずつですね。でこれがサイズが小さいとあの二本ずつとかあの一口で食べた時にちょうどいいサイズ感になるようにカットします。で,でこれがもろみ醤油ですね。この商品の肝になる調味料です。でもろみ醤油って何っていうところをご説明すると。 絞る前の醤油なんですよ、これ。うん、とだ醤油って、うんとまあ、その原料を絞って、ああいう液体になるんですけれど、これ、絞ってないので、いろいろと固形物が残ってるんですよね。なのですごく香りがいいんですよ。すごい芳醇な、まあ、日本酒って言えばいいですかね。なんかそういう感じの芳醇な香りがすごくして、でかつ火入れをしてないですね。その発酵を止めてないんですよ。なので、こ中の麹菌がまだ生きてるんですね。 なのでその麹菌の作用によって胃管のタンパク質をこう分解してより柔らかく仕上がるということでございます、はい、でこれ漬け込んで、えー、と2日寝かせますで凝らしたのがこちらですね、はい、これで1パック2 0 0ム入ってる規格になってます でこれ流水で解凍できるのであのさっとこう解凍して,ていただいてで解凍するとこんな感じですね、はい、解凍するともうちょっと味が入っていきますねでこれフライパンでさっと焼くだけで調理できるのが結構いいところでですねさっと解凍して焼くだけでおいしいイカ焼きがお召し上がりいただけると。 まあちょっと油引きましたねちょっと油敷いて焼くと、まあ、フライパンにもくっつかずにいいかなという感じですかねこれ焼いてるとめちゃめちゃいい匂いするんですよこれあのうちだのイベントとかねそういうところに出店する時にあのたまに焼きそばとかやるんですけどこれすごい香りが立つのであのこう焼いてるとねこうお客様がこうたくさんいらしてくれるみたいなうちの売れ筋商品なんですけどもねそういった意味でも はい、ではいただいてまいります焼くとカット感はこんな感じですねこれプリップリのプリップリです、ね、で結構あの冷凍のイカってなんつうんですかねもさっと繊維質みたいなイメージあると思うんですけれども まあそういったことも全然なく、まあ、プリプリ柔らかいイカ焼きでございました。はい。では、オンラインショップにて販売しておりますので、ぜひともお買い求めくださいませ。お待ちしております。ありがとうございました。